おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はアガベアメリカーナレモンライムの苗が手に入りましたので、プランターに定植していきたいと思います。レモンライムの特徴は波打つ葉の中央のライムグリーンの中粉になります。本来のアメリカーナの葉は青みのある灰色で、今回のライムグリーンのアメリカーナレモンライムと、前回アップロードさせていただきました黄緑色の中粉のアメリカーナエクスパンサパリーダがあります。突然変異で生まれた中粉の違いですが、いろいろ集めて比較しながら育てるのも面白いと思います。アメリカーナので耐寒性もあり、大きさも 1.2 メートル台までと育てやすいアガベになります。原産地はアメリカ南部メキシコになります。今回も実際にプランターに定植しながら育て方も含めた7つのコツについてお話ししたいと思います。1つ目のコツ、生育環境です。日当たり風通しのいいところを好みます。半日陰でも育ちますが、徒長してしまうので直射日光下で育てるようにしてください。2つ目のコツ、冬の管理です。耐寒性は強いので、関東以南で0度から3度ぐらいまでの気温であれば都外で冬越しも可能です。水を切るようにしてください。耐寒性はありますが、0度以下になると株が弱りますので、藁やバーグチップでマルチングをするといいと思います。3つ目のコツ、水やりです。鉢植えの場合、土がしっかりと乾いたところを確認してからたっぷりと与えます。冬場は5度を切ったら水やりは控え、0度以下になるときはほぼ断水して管理をします。地植えの場合は1年を通して水やりの必要はありません。4つ目のコツ、肥料です。地植えは基本的になくても大丈夫です。鉢植えの場合、生育期間にあたる春から秋に緩効性肥料を2ヶ月に1回を目安に与えるか、液体肥料を規定より薄めて10日に1回与えます。気温が20度以下の寒い時期に肥料を与えると根が疲労焼けをしますので、ご注意ください。5つ目のコツ、用土です。水はけのいい用土が適しています。軽石、鹿沼土、赤玉土を入れて排水性を良くしてください。市販のサボテン用、多肉植物用の培養土で十分になります。6つ目のコツ、増やし方です。小株を取り増やすのが簡単です。植え替え時に小株を取り移植するといいと思います。7つ目のコツ、病害虫です。アガベには貝殻虫がつきやすいので、見つけましたら歯ブラシでこすり落とすか、薬剤を散布するようにしてください。今回植えるレモンライムになります。幅が15センチ、高さも15センチぐらいと大きい株になります。上から見ますと、このようにすでにレモンライムの特徴であるグリーンライムの中粉の特徴がよく出ていると思います。それでは定植していきます。それではアガベアメリカーナレモンライムのプランターへの定植を行っていきたいと思います。今回用意するものについてお話したいと思います。まずプランターです。5号鉢を使っていきます。幅が15センチ、深さも15センチ、中にメッシュが入っていて排水性はいいです。そして用土、軽石、鹿沼土、赤玉の小粒、そして市販されている元肥入りの培養土を使っていきます。そしてこちらがアガベアメリカーナレモンライムになります。このように葉の中央に薄緑色のラインが入り、苗が小さいうちからとても綺麗なアガベになります。バランスもいい綺麗な苗だと思います。根は完全に乾燥してます。そして何が植えてあるのか分かるように名札も用意しました。それでは定植していきます。それでは培養土を作っていきたいと思います。まず軽石です。軽石は多めに入れます。鹿沼土です。赤玉の小粒になります。市販されている男入りの培養土になります。はい、こちらを混ぜていきます。初心者の方や時間が限られている方は
市販されているサボテン用か多肉植物用の培養土を使ってもいいと思います。それでは5号鉢に用土を3分の2入れていきます。はい、このぐらい入りました。それではレモンライムを定植していきます。根を見ますと完全に乾いてますね。真ん中に掘り穴を掘り中央に置きます。そして用土を足します。この時にぐらつくようでしたら、このような箸や棒を用意してアガベに沿わせてもらってもいいと思います。ある程度定着しましたら、こちらの添え木は取るようにしてください。はい、少し叩きます。何が植えてあるのか分かるように名札を刺します。この後灌水は 2,3 日後から少しずつ与えながら、日陰で1週間ほど育てて少しずつ日向に置いていこうと思います。以上でアガベ、アメリカーナ、レモンライムのプランターへの定植が完成いたしました。今回も実際にプランターに定植しながら育て方も含めた7つのコツについてお話しさせていただきました。1つ目のコツ、生育環境です。日当たり風通しのいいところを好みます。半日陰でも育ちますが、徒長してしまいますので、直射日光下で育てるようにしてください。2つ目のコツ、冬の管理です。レモンライムは冬の寒さに強いので、関東以南で0度から3度ぐらいの気温であれば都外で冬越しも可能です。水を切るようにすれば耐寒性は上がりますが、0度以下になると株が弱りますので、藁やバーグジップでマルチングをするといいと思います。3つ目のコツ、水やりです。鉢植えの場合、土がしっかりと乾いたことを確認してからたっぷりと与えます。冬場は5度を切ったら水やりは控え、0度以下になるときはほぼ断水して管理をします。地植えの場合、1年を通して水やりの必要はありません。4つ目のコツ、肥料です。地植えは基本的になくても大丈夫です。鉢植えの場合、成長期にあたる春から秋に緩効性肥料を2ヶ月を目安に与えるか、液体肥料を規定より薄めて10日に1回与えます。気温が20度以下の寒い時期に肥料を与えますと根が肥料焼けをしますので、ご注意ください。5つ目のコツ、用土です。水はけのいい用土が適しています。軽石、鹿沼土、赤玉土を入れて排水性を良くしてください。市販のサボテン用、多肉植物用の培養土で十分になります。6つ目のコツ、増やし方です。小株を取り増やすのが簡単になります。植え替えの時に小株を取り移植するといいと思います。7つ目のコツ、病害虫です。アガベには貝殻虫がつけやすいので、見つけましたら歯ブラシでこすりで落とすか、薬剤を散布するようにしてください。比較的寒さに強いアメリカーナの種類になりますが、定植したばかりと苗が小さいので、冬は室内に取り込み育てていきたいと思います。いくつかアガベをプランターに定植しましたので、その様子もお届けできればと思います。今回はアガベ、アメリカーナ、レモンライムのプランターへの定植についてお話しさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただければ励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。